まず須藤さんは TPP 交渉の参加を一番初めから反対されていたという、ね、方だと伺っていますので、今日はそういったお話を伺っていくんですが、まずは今日こんなお写真をお持ちいただいたんですが、こちらはどんな写真でしょうか。それは10月の初旬に行われましたですね、はい、アトランタ 最後の、まあ、会議なんですけども、今TPP が成立するか成立しないかは全てアメリカの国民にかかってるんですね、はい、でアメリカではその日本ではあまり報道されませんけども、はい、ものすごい反対運動が起こってまして、まあ、これは高齢者のグループと一緒に抗議運動をしてるんですけども、はい、高齢者がなんで反対しているかというと、高齢者はやっぱりみんな薬を飲むわけですね。例えば高血圧の薬とかですね、はい、抗がん剤とか、あるいは鎮痛剤とか、はい、こういうのがですね、この TPP になりますと製薬業界の権利だけを認めて、例えばパテント12年と、はい、その高い薬を買い続けるわけですね。で一方だんだんどこでもそうですけども、はい、まあ、ジェネリック医薬品としてもう大体10分の1ぐらいで安いわけですよ、はい、で特にその今開発されたそのバイオリクスといいますか、生物製剤といいますかね、遺伝子組み換えやったり生物のいろんなものを使ったりするのはですね、大体もう100対1ぐらいなんですよ。でまあそういうその高度な製剤というのは、例えば典型的に言えばエイズ薬、抗エイズ薬なんかそうですが、大体、はい、年間でですね、毎日飲み続けるわけですけど、70万円かかるんですね、ところが同じものをですね、インドで作ると言ってると、まあ、毎日飲み続けて5000円ぐらいで上がるわけですね、ですからやはりその世界の中で今高齢者の皆さん一番、はい、まあ、今弱者ですね、収入がないから、それから国境なき医師団とか、はい、そういう人たちもですね、このそういうその製薬会社に特権を与えたら、明らかに世界のですね、衛生状態は悪くなると、そういうことで反対しているグループといって、私も出てそれで演説してはあるんですけど、昨年の秋はい、行かれた写真だと ね一方ではそのホテルでは、はい、ちょうど交渉してるわけですね、はい、それがこちらの写真になるんですね。そうですね、その入り口でですね、はい、これは労働組合のストライキなんですが、うん、はい、で日本では日本では労働組合はあまりストライキも、はい、ストライキ自体やってませんけども、アメリカはですね、ともかく自由貿易協定には労働組合は反対と。なぜかというとですね、はい、いろんなアメリカはその北米自由貿易協定とかいろいろやったんですが、やるたびにですね、全部工場が海外に出ていっちゃうと、はい、でカナダメキシコを入れた北米のですね、自由貿易協定もですね、最初はメキシコに工場を作るんですけど、それでもすぐですね、中国に移しちゃうんですね、そういうことでアメリカ全体で700万人のですね、雇用を失われたと言われてるんです。ですからアメリカはですね、さらに TPP によってですね、雇用が失われるのは絶対許さないということでですね、はい、労働組合が次から次へとですね、反対デモを繰り上げてたということですね。でまた、じゃあこの TPP の交渉の経緯を振り返りたいと思います、TPP の元となったのは2006年シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ間で発行された環太平洋戦略経済連携協定、この P4 というこう P4 協定と言われるものでした。で P4 というように最初は4カ国でスタートしたんですが、2008年拡大交渉を開始、でその後2010年にアメリカなど8カ国による TPP 交渉が始まります。でその時日本はというと民主党政権下でした。当時の菅直人総理大臣が APEC で平成の開国を掲げ、交渉参加に向けた協議を開始すると表明します。でしかし国内では TPP に関する議論が噴出、2012年に TPP 交渉反対を掲げた自民党が衆院選で勝利します。ところが2013年、安倍政権下で TPP 交渉へ参加することが決定、これにより12カ国となり、昨年の10月、アトランタ閣僚会合で大筋合意となった。今途中でまた大貫さん笑ってらっしゃいましたが、これはどのあたりに、ね、問題があると思われますか。一番最初の P4 というのは、はい、これはシンガポールというですね、はい、まあ、都市国家ですよね、ニュージーランドといったら要するに羊しかいないと、チリは鉄鉱石、鉱石しかないと、ブルネイは石油しかありません、要するにね、デコボコ条約なんですよ。だからデコボコの国が、じゃあ一緒にもう
みんな一緒になってやればちょうど一緒になりますね、という、はい、そういう風になったんですね、うん、ところが、まあ、この先ほどからのテーマと同じようにですね、2008年のアメリカが参加したことっていうのはどういうことかというとですね、アメリカの体調、アメリカが今どんどん小さくなってつつあるわけですよ、それでアメリカは国際貿易でですね、主導的な力を持てないと、はい、そこでアメリカはですね、自分で管理できる貿易圏を作ろうとして始めたんですね、そこでその始めたんですが、はい、2010年ですね、これはあの横浜のでAPEC が開かれる時なんですね、でそのAPECの直前にちょうどあのインドネシアからですね、何人かの大臣が来て、で僕らも会ったわけですが、そこでその人が言うにはね、そのストーさんってあんたカンナウトの友達だろうと、ね、でともかくいや僕はカンさんとは前からですね、知らない仲じゃない、近かったんですね、でこの前そのなんですか TPP とあと原子力でね、まあ、原子力だって推進って言ったんですよ当時は、民主党は、ね、そこでまあ反発してもそれが口も聞かないんですけども、でそれでそのインドネシアの人が言うにはですね、あのこれはその日本ではね、これは自由貿易拡大って言って喜んでるけど、とんでもないと、それは自由貿易じゃなくてですね、制度を手を入れると、アメリカはですね、このそのアメリカはそのインドネシアのですね制度、そのイスラムの国なんですけども、それに人道問題を切り口としてインドネシアの政治支配、経済支配に乗り出してくると、だからこれは TPP が自由貿易だなんていうのは真っ赤な嘘で、その国の制度に手をつけてるんだから絶対止めてくれと、こういうことでまああの打診があったんですね。それで驚いて、まあ調べてみるとですね、まさにそうなんですよ、でその時には秘密交渉でね、一切外に出ないというんですよ、じゃあそのインドネシアの人はどうかというと、それはマレーシアとかですね、結構いろんな国があって、そういうところから実は密かにこの交渉文書を手に入れてたわけですね、でそれも私もそのいろんなところから見るとですね、とんでもない内容だということが分かったんですよ、でこれはもうそれは反対しなきゃいけないということで、まあ、あの当時民主党の中でも反対してですね、やって、結局民主党もですねやると言ったんだけども、結局分かってみたらできないということでやめたんですね、ところが、その安倍政権が出ると、安倍政権のその目玉としてですね、第一の矢、第二の矢、第三の矢、第一の矢、第二の矢失敗してですね、最後残ったのが成長戦略で、成長戦略って、ね、何もないんですから、これしかないということで、まあのめり込んでたわけですね。でもダメだと皆さん思っていたんですよね。だから民主党はね、民主党は、はい、最後はですね、というのはなぜかというと、そこでね、2013年安倍政権が入りますよね、この時アメリカから実は突きつけられたんです、これは TPP っていうのは一回みんなが集まって抗議してあの、議論してみたんですけど、もう一つですね、別なテーブルを用意したんですよ、これは二国間というですね、でこのテーブルに突きかけたら、まずこちらの小テーブルで条件飲んでくださいというのがあるんですよ、それを民主党は飲めなかった、だから問題は日米間の二国間の貿易でもう安倍政権とんでもない情報をしてるわけです、うん、そこで その安倍政権になったんですね、その、まあ、アベノミクスの中心ですから、じゃあ飲みますと言って、いわゆる小テーブルの方で飲んじゃった、それはもうまだ国民にも知らされてないんです、例えばどういうことかというとですね、自動車のアメリカへの輸出する時の関税はですね、もうずっと伸ばすと、30何年も伸ばすと、要するに韓国よりも遅れて自由化すると、こういうものとかですね、日本のその例えばゆうちょありますね、でその日本のその保険ですね、例えばゆうちょのあの漢方なんかですね、本来ならばがん保険なんかやりたいわけですね、ところががん保険とかそういうものはですね、郵政関係ではやらしちゃいけないとかですね、それから NTT はインターネットに出ちゃいけないとかですね、そういうことをずっとですね、書いてあること書いてないこともですね含めてパッケージでその小テーブルで飲んじゃったんですよ、それが実はですね、今もう生きてるんですよ、ですから驚いたことにですね、TPP はまだまあ、協定文書みたいなの出てきましたけど、成立するかどうかはまだ分かんないです、成立してもですね、実際に効果を生むのに10年ぐらいかかるんですよ、ところがその二国家の方はですね、それまでにやっとけと書いてあるんです、でね、本当に、だから要するにね、我々に何も知らされないうちに勝手にね、今の政権いろいろ自分たちの都合で決めてくる、で蓋を開けてみてみんなえっと思うから、思います
ますよね、うん、今本当に、うん、僕はね、もうあの、はい、売国奴っていう言葉嫌いでね、そのあのなんか右翼の人がね、うん、言ったり、まあ、僕らも言われたことがありますよ、うん、売国奴だったら、売国奴なんていう言葉はね絶対に使わなかったんで、はい、まあ、抽象的にね、だから最近見ると、うん、安倍政権見るとね、売国奴と言いたくなるような、うん、こんな感じですよね、うん、あの先ほどあの、ね、菅さんと、うん、あの以前はお友達だったけど今はちょっとなんていうお話がありましたが、ルドルフさんから、はい、菅直人首相が当時民主党 の、うん、あの首相だった時にどうして TPP を言い出したのでしょうか、そして民主党は未だに TPP に参加賛成なんでしょうか、うん、っていう、これはね、あのそれは分かるんですよ、要するに結局民主党はやっぱりリベラルな政党で、はい、どっちかというと福祉とかそういうのはね、子どもの教育とか一生懸命やったんですよ、ところが経済戦略ってないんですよ、そこにあの議員も非常に少ないわけですね、そこで結局民主党政権が出た時にはほとんどそれをですね、官僚とその背後にいる、まあ、シンクタンクというか、そのそういう人たちに依存したわけですね、そこではその強い福祉のためには強い経済力、強い経済のためにはその成長戦略、その成長戦略の一つがですね、こういう自由貿易であり、一つはですね原子力の輸出だったんですよね、そういうことで本来ならばその真逆の方向を主張していた民主党のリベラルの政治家がですね、急にある日突然ですね、そういう成長戦略で、まあ、その自民党政権と同じことを言うようになったんですね、でその当時盛んに言われたことは、そういう国はですね、継続性が重要だと、民主党政権になってですね変わったことやっちゃいけないと、だからそういうことを一生懸命みんなそう思って、我々もですね、あ、我慢しなきゃいけないなと思って、まあ、そうやってたんですが、それが結局まあ裏目に出たということですね。私はあの本当に今でもね、この、あの政権交代以来、その前も含めてね、一番まともな政権がね、一番評判が悪い鳩山政権だったと思ってます。一番まとも、一番人の国民の生活とかに権利をきちんと見て、それで何とかやろう、でもそれが伝わってない、でもマスコミが使ってね、誰が使ったか分かってると思いますけど、もうマスコミを使ってあることないことを悪いようにイメージを作った、それが恐ろしいという、うん、私も実際にオペレードに携わる前は、やっぱりその鵜呑みにしていたわけではないんですけど、あの目にするもの、耳にするものというのはそういったものばかりだったので、この TPP 交渉をね、なぜこれだけのことを秘密にしてるんですか、でなぜね、まだ、まあ、須藤さんがあの現場にいらっしゃってね、まあ、ひどいそのマスコミのね、まあ、劣化した象徴的な発言があったそうなんで、ちょっとこれから言ってもらいますけど、マスコミがひどい、いやそれはね、あのマスコミの人ひどいんですよ、で僕らはその、まあ、発表するのがね、現実と違うわけですよ、で僕らはそのかあの関係国の NGO とずっと連絡取ってて、情報をみんな分かってるわけですね、で各国の政府は交渉するときにそういう自分たちの関係する NGO から情報を取りながらですね、アメリカとこう交渉してるわけですよ、日本だけはそういうの全然持ってないわけですね、でそれでしかしそれ彼らあの NGO はいろいろ教えてくれるわけですから、という状況にあるわけですよ、そこであの日本の新聞とあまりにも違うので、やはり各種の、TPP 担当っていう人を一人一人、まあ、呼び出してですね、で説得するとですね、いやその通りですとおっしゃっておりです、じゃあなぜ書かないんですかって言ったらですね、それは官邸で言われたことしか書きませんと、言われるんですよ。だからこれは共産進行家の、全体進行家のも、皆さん広報担当みたいな感じになっちゃってるんですね。とどのつまりはね、この最後の、まあ、会議、アタランタ会議ですけど、それで、まあ、事実上うまくまとまらなかったんですよ、しかしアメリカはもうここでまとまらなかったら、外交的メンツを失うということで、まあ、抱きつき戦略で、もう発展途上国の意見も入れちゃってですね、それで手を打ったわけですよ、でその時にその記者会見やってるんですが、その時にあのみんな各国は質問するわけですね、で他はやっぱり厳しいこと言うわけですよ、どうなったんだとかね、原産地問題どうしたとか、で日本の NHK の記者が出てですね、コングラチュレーションって言ったんですよ、ね、でそれって中立公正の、まあそこで違うでしょ、やっぱり、だからそれは僕はもう本当に驚いてですね、あのここまで日本のジャーナリズムの劣化が進んだのかなと、そういうふうに思いましたね。もうジャーナリストじゃないから、ここに上杉さんもいてお話ししたかったと思うんですけど、今日残念ながら ちょっと、そのくらいにひどい、ね、報道が続いたわけですよ、本当のあの交渉の中身は全くと別のことが言われて、最終合意文書というものもね、日本語がないんですよ、いやだからそれはですね、あの
まあ、僕らは今もう議席もないものですから、まあ、同僚の議員が何人か残っているので、はい、それはおかしいと。でなぜかというとですね、今この条約はですね、英語、まあ、英語当たりますね、はい、それからフランス語、スペイン語なんですよ。スペイン語ってのはチリとかメキシコありから、フランス語ってなんだっていうとですね、そケベック州なんですよ、カナダのね、はい、だからそれは人口の全体の 0.何% のね、国がですね、その3つの言語になってですね、日本語はですね 17% その GDP 比ですね 17% を持ってる日本語はですね、日本語は成分でないんですよ。で外務省に言うとですね、いや翻訳語です、はい、翻訳とね、その成分であるかどうかは違うわけですよ、例えば自治体といったってね、英語に直してそのセルフガバメントとね、日本の我々が考えている自治体とは違うわけですよ。英語でプリフェクチャーというのとね、我々が持っている県のイメージとは違うわけですよ。だからそういうのはね、やっぱり日本語できちっと書いてないと、例えば水源地とか、しかし入り合い県とかね、そういう日本独特のそういう県でありますよね、農業の。そういうものをしっかりと里山とかね、それが守れないんですよ。だから絶対にね、17% 持ってんだから、はい、で日本がこのノーって言えば発行しないんだから、当然今からでもいいんですよ、うん、で要するになぜこれ日本語でないんですかって言ったら、いや最初に入るとき、さっきまた小、はい、テーブルの話で、ねはい、そこでもうこれは日本語は今いいじゃなくていいですと読んで飲んでしまったから、だけどそれはですね、もうそれちゃんとあの国会のね、あの決議をあの承認を得ないとできないですから、それもきちんとね選挙で ね、 ですね、やしませんと、ね、やはり気になっている柏葉一大さんからも、うんうんうん、TPP が成立すると公共事業の入札の、広告が英語、フランス語、スペイン語になるって本当ですか、うん、ってやっぱり皆さんね、うん、気になってらっしゃるわけですよね、うんうんうん、そのあたりがそうなってしまうと、うん、日本 の、 どあの検察会社は潰れますよ、あ、うん、それはね、まあ、この辺はちょっとその悩ましいところで、アメリカは非常に高度なことを言ってくるので、うん、そんなにね、バカなことはやってないんですよ、うん、だからおそらくそのアメリカは本当にやるとしたらね、はい、どっかにその会社を作ってそれで日本語でやらせるわけですね、でそれに対してそれがその会社がですね、はい、あんまり利益上がらないときにですね、それはやっぱり差別していると言ってやってくるというんですね、はい、ですからその我々も一番最初の段階ではですね、はい、その TPP がそれになると日本の国民皆保険制度が潰れるとかね、そういう今おっしゃったようなね、極端な例を言ってましたけど、アメリカはですね、やはり業界ごとにしっかりと日本の状況を把握していってですね、やってるんで、もっと怖いんですね、だそこはきちんとね、はい、いかにアメリカとの交渉どういう経緯をたどっているかきちんと国民に知らせませんと ね、 そうですね、危なくてしょうがない、先ほど須藤さんがね、菅さんとお友達だという話をだった、はい、だった紙切りうさぎさんからは、須藤さん菅さんの友達なの、 TPP 促進してぶれない自民党が反対して印籠を渡したのにね、未だ締結に向けてまっしぐらだもんね、ブレブレという、それで民主党はですね、ですから反対賛成しなかったんですね、はい、で今はその岡田さんになってですね、これで今まあ、その安倍政権と対立してるんですけども、はい、まあ、TPP そのものが反対ということではないですね、うん、ですからその例えば予算の使い方というのが問題ですね、はい、で今 TPP はどういう状況かというとですね、うん、これはアメリカ議会に依存するんです、しかしなんとですね、もう日本ではですね、 TPP に入りました、成立してます、発行しますという前提でですね、はい、どん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 ばらまいてるわけですよ、約3兆円をですね、今ばらまいてるわけですね、ですからそういうものに関してはやっぱりさすがにですね、民主党でも強く反対をしているということですね、参議院選挙もやってるでしょ、まあそれはそうですね、結局すべては参議院選挙、まあ憲法改正とね、まあ、それにその安倍政権というか、安倍さんの背後にある背後霊みたいな人たちも含めてですね、そういうことを狙ってるんでしょうね、そのためには TPP が役に立つと、これが実際に効果が出るかどうかは別として、ともかくこの TPP ということでお金をばらまけるという、それがまあ今の政治の実態になったんですね、その背後でっていうあれもそうですし、先ほどちょっとね言ったことしか書かないっていうお話に対しても、米田さんから官邸で言われたことしか書きませんとか、どうかしてますね、今日ね、はい、オバマ大統領のね、まあ、最後のね、一般教書演説というのがあってね、はい、これは議会の、まあ、上下両院の議員を集めてやるんですけどね、支持率も結構ね高くてね、これまで のあれで一番高かったんですけどね、その中で一つ言ったのはね、あとマスコミがね、これは CNN
とイギリスとか日本でも見られますけどね、うん、ずっと見てますとね、もうあれはこうだこれはこうだとみんな言い合うわけですよ、はい、みんな決して彼に言ったことを鵜呑みにして行動するんじゃないんですよ、うん、これがまたここに矛盾がある、しかしこれは確かにその通りだと、はい、いろんなこと言い合うわけですよ、ちゃんと皆さんそれぞれに言うことですよね、そうそうそう、うん、もちろんこれからね大統領選挙があると、その候補者同士でねファクトチェック、はい、この候補者とこれ間違ってるよと、前こう言ったじゃないかと、はい、ちゃんとそういうふうにやります、あのアメリカでもね、はい、って言っちゃってるんだけど、そのくらいのことを日本のマスコミやらないとね、うん、いやそれで、まあ、今はね大貫さんがおっしゃったその一般教書演説というか冒頭演説があるんですが、冒頭議会演説で、その中で、まあ、TPP どういうことを言うかなということが問題だったんですよね、で結局オバマ政権というのはね TPP はあまり熱心じゃないんですよ、オバマがやりたいのは要するに何か新しい貿易協定やりました、サインした偉大な大統領です、ピリオド、これでいいわけですよ、ところが日本はそうじゃなくて何でもいいから早くばらまきたいわけですよね、そこでオバマの方はですね、まあ、皆さんその固唾を漏らしてこう見てると思うんですけど、オバマはたった28秒しか喋らなかった、はい、TPP がさ、その言ったのは何か言ったのかというと、これがないと中国に負けちゃうわけです、それはですね、ちょっと米国大統領が言うことじゃないですよね、アメリカでもみんな反対、クリントンも反対、うん、トランプはもっと反対、はい、そこのオバマ政権がですね唯一説得できるのは、これがないと中国に負けちゃうんだって言うんですけどね、それはちょっと最近ね、恥ずかしいと思ったんですけどね、その本当にね、そういうところの中で、はい、一つアメリカらしかったのはね、太陽光エネルギーとかね、はい、誰でもが本当に川島さんも、はい、家にやっつけて、はい、儲けることができるわけですよ、うんうん、少なくとも儲けられる、儲けられる、それで、はい、オバマ政権彼が言ったのはね、今やね石炭火力よりもはるかにね太陽光の方が安上がりと、もちろん原発はもう高いから誰もやろうとしないわけですよ、それでなんと ティーパーティーっていうね、はい、超保守派の人たちが賛成してるわけ、はい、つまり自分たちがどんどんお金を得て自立できるから、はい、いろんな地域で、はい、それはデンマークがやってドイツがやってきたことはアメリカで今やってる、うん、一人一人のね発電業者になるわけ、じゃあそのあたりもまたね詳しく聞きたいなって、うん、日本で見てください、日本でみんな、はい、大きな会社に利益を分けようとしてるわけ、一人一人じゃない、うん、いやだからね結局ね僕はまあ民主党政権行って、はい、エネルギー問題もやってたんですけど、あその須藤さんに質問も来てます、今まさにそういうそれでね結局コストをもう一度計算し直したら、それまでは原子力が一番安いということになったと、とか計算したらですね、はい、一番高いわけですよ、ものすごい高いわけですよ、はい、だからそこでその経産省の皆さんにもね、その代替エネルギーの開発やってくれと、はい、だからもうみんな喜んでですね、で企業もみんな喜んで、風力水力火力、やろうと、で言ったんですが、じゃあなぜ今こんな風になってまた原子力を作るかというとですね、それは要するにアメリカの主張なんですよ、アメリカは日本がですね一生懸命原子力をやって、でその作れるリアクターなんて日本で作ってるわけですから、日本しかない技術持ってないわけですよ、で東芝が潰れそうになったのもそれなわけですけども、日本にやらせておかないとですね、アメリカは自国のメインテナンスができないんですよ、ですからアメリカの支持でですね日本でこれをやってるということですね、ですからその実際経済計算するとですね、まあ、日本はもう全くですね原子力はもう意味がないんですよ、逆に日本は全てのですね代替エネルギーで最適値なんですよ、風力って言ったらですね北海道が世界最高なんですよ、地熱発電というのは、日本とね、フィリピンとインドネシアしか地熱で儲かるところないんですよ、で風はビュンビュン吹いてくるわけですね、でデンマークとかああいうところはですね、ヨーロッパっていうのはそもそもですね風が吹かないんですよ、日本なんかに比べてって、それで環境問題というのはなぜその1960年から起こったかというと、それはスウェーデンとか北欧の地域がですね、環境が傷ついちゃうと種が風で飛んでこないから、もう永遠にこう砂漠化しちゃうと、だから環境問題しっかりやろうという、それぐらい風が少ないんですよ、そのヨーロッパがねどこ行ったって風車ですよ、ね、スペイン行ったって風車だらけですよ、でそういうふうに頑張ってるのですね、こんなにビョビョビョ海風、ね、朝風、夕風、ね、風ばかり吹く日本でですね、なんで風力発電がないのかと、それはもう、それは要するに原子力を残したいために他のものを潰してるんですよ。怖いですね、でもそのために高い税金が使われてるからね、はい、本当ですね、いやだからね、それで例えばね、はい、あ須藤さんちょっと時間が来て質問もお時間があれば、はい、ちょっともう一度戻ってきたいと思います、はい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 。